日本美術院、今里隆は建築家。杉山隆事務所代表。東京生まれ、吉田58に支持した。東京美術学校在学当初から吉田58、研究室で設計活動に従事。近代スキや建築を確立した。建築家、吉田58から基礎を学び、現代に活かした日本建築を追求し、作品作りをする。1949年。 東京美術学校建築科卒業。1949年から1964年まで、吉田58研究室に勤務。1964年に、杉山隆建築設計事務所創設現在に至る。1988年から1991年まで、東京芸術大学客員教授。現在、日本建築学会会員。 国際作動文化協会評議員、小井平和財団理事。代表作に、国技館、池上本門寺のご描書、大客伝、平山育夫美術館、第五次礼法館、第五次天法学院、京都南座、池野坊本部ビル、公益財団法人日本美術院、成川美術館、近電中、美野吉本店武茂郎、大平正義邸、平山育夫邸、松尾敏夫邸、 田淵敏夫帝等、歌舞伎座の建て替え計画では、劇場監修を担当する。日本経済新聞新製品賞受賞、東京建築賞京都、景観賞、ベルカ賞受賞等受賞多数著書、屋根の日本建築 NHK 出版、建築用木材の知識鹿島出版会 DVD、今里隆パーソナリティと、作品日刊建設通信新聞社。ありがとうございます。